はい、おはようございます。始まりました。今日のワンコンテンツ、毎日更新でレトロゲームを遊んでいきましょうぜという的な動画ですよ。今日のゲームはこちら、コラムスというゲームです。で、セガですね。まあ、セガでおなじみのパズルゲームといえばコラムスですね。まあ、いつの間にか、それはぷよぷよに取って代わられたわけですけど、まあ、ぷよぷよはまあコンパイルか、この時期。というわけで、やっていきましょう。3つ並べればいいぞ。縦横斜めで3つ並べればいいぞ。あと、なんだっけ、連鎖があるぞ。で、が、メインですね。のゲームですね。というわけでやっていきましょう。今日のワンコンテンツ、一回ゲームオーバーするまでどんな感じのゲームでしょうかとか紹介したり、体験したりができたらいいなということで言っております。よろしくお願いします。やってみましょう。今2回言った？まあいいや。せーがー。一回ゲームオーバーするまでに下りを2回言ったっけ？まあいいや。アーケード、メニューオプション、ほう。オプションとは？ディフィカリティノーマル、コントロール、なんて書いてある。ドロップ、ローターテ、ロータって分かんない。メニューとは？オリジナルゲーム、フラッシュコラムス。ダブルステップ、2人でやることできるの？まあ、アーケードいきますか。アーケード、アルカード。イージー、ミディアム、ハード。あ、時間がある。イージーがレベル0からスタートだと、ミディアムが05からスタートだと、ハードが、じゃあ、まあ、ミディアムでいってみます？早くない？あ、色が多い。コラムスはですね、とても苦手意識があります。回転じゃなくて、この縦にこの、なんかね、縦ロールさせるのが、なんかやっぱり。やっぱね、連鎖っつうのはね、狙う、起きるものじゃなくて、起こすものですよ。なんて違った。起こすものじゃなくて、起きるものですから、連鎖っつうのは。苦手意識あんな、なんかやっぱこの、見るうちに宝石が溜まっていくよ。お！ほら！起きたでしょ？狙い通りじゃない形で起きたでしょ？まあ、3連鎖見ただけでも、今日満足じゃない？ねえ。やっぱ、あ、急に遅くなった。この間に体勢を整えたいですね。この間に体勢を整えたいと言ったはずだけどな。おかしいな。整いそうにないな。ほら、ほら見ろ。お？その場所まずいんじゃない？大丈夫？ゲームがオーバーしました。ありがとうございます。ランク1だ。やったぜ。ベリーグッドもらいました。イージーからやったところでな。じゃあハードからやってみる？ 5 万点もらえるからね。ハードから、早い、早い。苦手意識あるわ。慣れたら慣れるのかな？なんて？うん。そのうち、なんかこの、縦回転の場所替えの感じが慣れてくるのかしら？キャー。あ、違った。お、この俺狙ってたんだよ。オレンジが1個も来ない。あそこにオレンジをかましたいだけでずっとね。あれ？なんで？あ、え、右端を詰めたら終わるの？あ、もう、こうスタートボタン押しちゃダメなの。ちょ、お疲れした。じゃオリジナルモード見ようぜ。オリジナルモードとフラッシュモードも見てみましょう。クラス、ノーバイス、
アマチュアプロ。ノバイスってノーバイスなんだ。伸びたか。アマチュアレベル。アマチュアレベル2でいきますか。タイムトライアル。ノーイエス。ん？ノー。BGM。クロッソ。ラッセッセッセ。アタロペタタス。このゲームがスタートしますよ。このぐらいのスピードじゃないとね、やっぱり、あ、しまった。詰めなきゃよかった。はい。ブロックは縦回転、縦でこう来るの、もう珍しい気もするけど、どうだろうな。これどうだろう、エンドレスモード的なことなのかな。レベルが少しずつ上がっていったりするのかな。お、連鎖だ。連鎖だ、祭りだ。あそこに赤が来れば連鎖が起こるな。だから、こうか。どうだ。お、狙っていい通りだねー。少々お待ちください。はい、お待たせしました。よし、行きましょう。なんか電話かかってきたから、急ぎの電話かと思ったら多分セールス的な電話だったんです。即切りしました。普通の携帯番号でかかってくるんだね。このモードなんか続けられるのはなんでだ？スピードが速くなったり遅くなったりしないからか？色の数がちょっと違うか？紫がない？さっきもない？このエンドレスモードみたいなやつでちょっとね、ある程度練習してからそのアーケードモードは挑むべきかということか？なんでかこう縦横より斜めを狙いたかってしまうの。お、この4つ四角が並んでもさ、四角に並んでも消えないのがなんかやっぱ違和感というか、なんか慣れないというか。お、いいんじゃない？イエーイ。あ、ちょっとスピードが速くなりましたね。怒った。あまりに絶好調っぷりに怒られたかもしれない。狙い通りだぜ。お、狙い通りだぜ。ならない。お、狙い通りだぜ。お、狙い通りだぜ。今どう、なんか変なつながりが。狙い通りだぜ。お、なんかピロリロリに言うたよ。レベルが、あ、レベルがいつの間にか 5になってる。慣れてきた頃にミスりそう。あれ、間違えた。あ、よし、狙い通りだぜ。あー、そこにしまった。オレンジ入れたかった。狙い通りだぜ。まあまあ。しまった。まあいいや。
構コラムスはなんか桜大戦のキャラクターたちがなぜかやってたりするのでおなじみだぜみたいな人ももしかしたらいるかもしれないですね。私は桜大戦系は全く通ってないので分かりませんけど、例えば昔あのね桜大戦を知らないあまりよく知らない人が桜大戦あれでしょ、あの時メモみたいなゲームでしょみたいなことを言って大炎上してたのが知り合いにいましたけどあの野郎許さねえみたいな感じで知り合いの内輪の中でね、あくまで内輪の中でですけど、その大炎上してた人がいましたねその時うかつな発言は気をつけないといけないな、この人たちの周りではって思いましたオタクってめんどくせえなって思いましたそっちの方が炎上するぞ危ねえ危ねえ、どうせ見てないから。私の動画はですね、ちょっともう、どっちもこうパズルゲームだと雑談混じりになる傾向がありますけど、私の動画は知り合いほど見ないっていう不思議な状態になってますからね。見ないっていうかリアクションをしないんですよね。知り合いほど。どこでもそうなのかな。まあ、ここ数日、秒殺のね、すぐ終わってしまうような、まあ、シューティングとか、のゲームが多かった中で、まあ、一回ゲームオーバーしてるんですけど、割と長めの動画になるか。長めっつったって。シミュレーションとか RPG の時はもっと長いわけだからな。いや、またレベル、いくつ？レベル9。レベル10までたどり着けるかですね。なあ、目がかゆい、目がかゆい、目がかゆい。紫ってなかったっけ？最初から。キャー。赤これ赤。だんだん。あ、レベル10にたどり着いた。えらい。早くなってきてるよ。もはや間に合わなくなって。あ、終わった。はい、ゲームがオーバーしました。4万点いただきました。ありがとう。ベリーグッドいただきました。これで、なんか、スコアによって、あるのかな？ちょっとフラッシュの方もやる。もういい？いや、フラッシュ、ちょ、ちょ、ちょ、誰が続けるって言ったか、この野郎。ゲームオーバーしようと思ったら、カウントダウン30待たないといけないっていう、なかなかの猶予時間。じゃあ、フラッシュコラムス。さっきアマチュアのレベル3ぐらいだったよね。じゃあ、レベル4、ヘイトって何？高さか。さっき、アトパラドゥギだったよね。じゃあ、ラルテイトスでやりましょう。フラッシュっていうと、詰将棋、全部消そうぜ。光ってるやつを消すために頑張るのだというモードらしい。あ、間違えたっぽい。決まった順番でそのブロックが降ってきてさ、何手でいけるかみたいなことなのかな。それともその降りてくるブロックの種類、おお！などは、毎回、ランダムだったりするのかな。まあ、ヘイトが高くなれば、なるほど、やっぱりこう、目的の破壊する宝石が、下の方に、奥の方にあるから、大変だよってことか。
ナイス赤。お、もう次緑じゃない、緑では全然ない。オレンジ、くれば終わりじゃない、終わったんじゃない、イエーイ。おう、You doing doing it very good。 ベストタイム1,2,3いただきました。クラスアーマー、よし、ここで終わっとくか。よし、というゲームですって。以上です。はい、コラムスですね。今も遊ぶ環境があるのかどうかは分かりませんけれども、はい、まあ、何かしらの環境で遊べるような気はしますけれども、はい、というわけで以上です。お疲れ様でした。さよなら。ありがとうございました。